丹原祭りとは、愛媛県西条市で行われる秋祭りのうち、平成の大合併以前の旧丹原町で行われる神社の祭礼の名称である。鎮座地、愛媛県西条市丹原町殿や情報霊祭日、毎年10月第3日曜日と、その前日参勤交代を再現した松下流伝中八が行われる。八つ行列は、先頭の壮大が式を取り、はさみ箱、 なぎなた、大おとりげ、小鳥熊毛とりげ、が2列に並び御たびまでみこを先導する。参道では、約50メートルごとにでなぎなたもちの掛け声で、毛槍持ちが掛け声をかけ、右手に毛槍、左手と足で、ゆっくりと動作をする。ししまも、同様に披露される。これを繰り返し神社から、御たびまでやつが進まないので、 三越は、八つ行列の感激を塗って、前に出ようと心を見るが、その都度阻止されるので逆戻りをする。そのため八つと三越が進路をめぐって小ゼリアイを繰り返す、喧嘩度で知られている。鎮座地、愛媛県西条市丹原町安世高座礼祭日、毎年10月第3日曜日江戸時代に始まったと、される、赤坂流道中八つが行われる。の戦闘は、士前が、 梅払いとして進み、その後ろに八つ行列が続く。八つ行列は、先頭からハサミ箱、なぎなた一振り、その後一番やつから六番やつが続く。各番のやつは、槍二本と四人で一組となり、四人は二人前後になり、それぞれの垂直に立った毛槍を、後ろの二人から、前の二人へ投げ渡し、渡した人は、片足飛びで前へ進む。 これを繰り返しながら行列が進行する。赤坂流はかつて、役も神社でも行われていたが、明治10年頃廃止されたという。日時、10月15日午後6時より、場所、丹原公民館前駐車場、段尻6台、三越2台が集結し、書き比べが行われる。日時、10月16日午後3時より、場所、西条市立丹原小学校丹原地区愛ご飯。 丹原公民館主催で統一行動が行われる。各地区より子供大古代、三越等が一堂に集結する。平成27年の統一行動には今井の三越、池田の四姉妹、上町三越落舎、元年時代古代、久明時代古代、下町大古代が登場した。吉本勝、俗祭場のお祭り、丹原調子、ありがとうございます。